おはようございます。今日は6月5日ですね。6月5日、気温が33.7で、湿度38%、室温が23.8で、湿度43%って感じですかね。はい、コーヒーの方は楽しい時間。はい、マンデリンの深煎りがベースのブレンドとなっております。今日の質問、シンプルな質問です。松屋敷の蒸らしは3分以上経っても大丈夫ですか？松屋敷の蒸らしは3分以上経っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。で、終わってしまっちゃいかんですね。まあ、そこら辺をいろいろと、話をしてみましょう。はい、それでは準備しましょう。まずはお湯を用意しましょう。松屋敷の蒸らし、松屋敷だけじゃなくてコーヒーを抽出するときには、蒸らしという作業が大体必要となるんですね。正確には蒸らしという作業がやれる器具もあればやれない器具もあるんですけど、とりあえず、ドリップではお湯をさして待つという作業はそんな難しいことではないので、やれますので、コーヒーメーカーでも最初の1投目のお湯をかけて、止まる機構を持っている、コーヒーメーカーもありますからね。そういう意味では普通のドリップの蒸らしという概念がコーヒーメーカーに使われることもあるということですよね。そういう意味合いで言うと、蒸らしというのがの重要性っていうのが、ある程度、認知されてきてるのかなという気はしますよね。ただ、その蒸らしの時間というのが、正確に、何秒間、蒸らせばいいんだろうかっていうのがあんまり、まだまだ認知はされてない部分でもあるんですよね。例えば昔なんかの、蒸らしの概念からすると、蒸らしの概念というか、蒸らしというのはどのぐらい、やるべきかという時に、粉の状況を、語ることは結構多かったんですね。このお湯をさして膨らんでくるんですけど、この膨らんでくる膨らみがこう順番に上がってくるんですけど、その上がってきた膨らみがですね、上支点に達して、そこで、沈み始めると。それを目安にして、次のお湯をさしましょうみたいな、表現も結構ありましたよね。秒数とかなんかではなくて、粉の状況を、見て、判断するという、やり方ですね。実は言うとこれって結構、昔はそういうふうに粉の状況でっていうのが多かったんですけど、今はどっちかっていうと時間とかなんかが多いですよね。で、なんで時間が多くなったかっていうと、やっぱり一番には時計が正確に、あるっていうことですよね。つまり、はかりとかなんかに時計がついてたりなんかすると、お湯をさしたとこからスタートで、時計がスタートしてくれるとか、そういう機能があるとですね、あと何秒間という、つまりお湯をさして、蒸らしを何秒間というと計測できるんですね。あと計測できるということはですね、ある意味再現性しやすいですよね。例えば30秒、40秒、50秒、1分、何分でもいいんですけど、松屋敷は3分なんですけど、それが3分以上でも、松屋敷の場合はいいんですけど、お湯をさしてその何秒間っていうのの再現性ができる、つまり、
なんつうんですかね、時計が見れる環境にあるので、再現性が非常に高くなるんですけど、ここで問題となるのはそのコーヒーの状況ですよね。つまり、ガスの大量に持っているような、例えば焙煎してから日の浅い豆から深入りの、豆、深入りだとガスの量が多いですからね、だいたい中入りと深入りだとガスの量が倍になってくるんで、もう膨らみ方が全然違うわけですよ。で、逆に浅入りの豆みたいに膨らまない豆、あと芯が残っててもう全く泡もまともに出ないような豆っていうのも、まあ物の世の中には当然存在するわけなんですね。で、じゃあそれが同じ時間蒸らす必要があるんだろうか。つまり、コーヒーの粉の中のガスを抜くっていう作業が蒸らしというふうに考えるなら、ガスの量が多い豆は多く蒸らさにはいかんだろうし、少ない豆は別段そこまでしなくてよくねみたいな感じにはなるわけですよ。だけどそこが数字で置き換わると、そこら辺がちょっとややこしいというか、それおかしくねっていう話になっちゃいますよね。で、粉の状況で語る場合だと、今度はある程度この粉の状況を理解できる人間でないと蒸らしの時間が判断できないみたいな感じになると、それもそれでややこしいわけですよ。で、もっと言うと、粉が膨らんできて上質点に達して、で、まあ僕がまあ教わったのだと、そこから2回沈むのを待って、それからお湯を差すっていうのを、まあ大体僕が普通のコーヒーの立て方の時に語ることなんですけど、とそういうふうな状態でも豆が古い豆だとそういうふうに膨らまないわけですよ。そうするとその説明が あんまり、使えないとかいうふうになる。だったらやっぱり時間の方がいいよねみたいな、簡単、説明が簡単なんで時間の方がいいよねっていうふうにもなりますよね。で、松屋式はもう完全に時間なんですよね。豆が古かろうが、新鮮であろうが、まあ、とにかくガスが抜けるのに3分ありゃいいでしょという考え方なんですね。つまり、コーヒー豆でも、焙煎してすぐの豆なんかで言うと、本当で言うともうちょっと蒸らした方がいいよね。深入りのアイスコーヒーとかなんか結構蒸らした方がいいよねっていう風なのはあるんですけど、まあざっくりと3分ぐらいならまあなんとかなるでしょっていう風な考えなんですね。だから豆が古かろうが、古い豆っていうのはもう蒸らす時間が本来だったら短くてもいいだろうけど、まあそこは説明しやすいものとしては3分という、きっちり、蒸らし時間を、決めることによって、素人の人が初心者の人が、初めてやる時でも、やれる再現性ができるという良さですよね。つまり、初心者のためにその3分というきっちりした数字を作ってるわけだから、当然そこは、ある程度の技術を持ってきたらもうそこはもう無視してもいいわけですよ。つまりどういうことかっていうと、ガスの量によって、蒸らしの時間を変化させてってもいいわけですね。だから、なぜ蒸らしが3分という表現するかというと、3分がまあ収まりがいいからって言いや収まりがいいからなんですね。5分待てっていうと結構大変なんで、だから松屋の説明書きもそうだし、うちの説明書きでも3分から5分という表現をよく使うんですね。3分から5分蒸らしましょうみたいな感じで、結局そこに、ぼんやりと、幅を、作ってるわけですよ。つまりその幅は何のためにあるかっていうと、別段、3分きっちりで、蒸らしを終わらせる必要はないですよ。そうじゃなくてもっと幅がありますよ。
そういう意味合いで言うと、3分以上蒸らしてもいいですかって言ったらいいですってことなんですね。そこは、大きく幅がありますよと。でもっと言うと、松屋式の場合だと、ガスが抜けててお湯が入り込みやすいんだったら、もっと短い時間でも、いいよねっていう豆もあるわけですよ。基本お湯を差した時にお湯がコーヒーの粉の内部に入り込んで成分が溶けてくれれば、コーヒーというのはいいわけですよね。だから泡が出ないようなコーヒーなら、お湯が入り込みやすいし、お湯が入り込んでくれるっていうことは、コーヒーの粉自体が、水より重たい状態になっているわけだから、問題が起きないわけですよ。つまり粉が動かないとか、そういうふうな松屋式で基本的な、ルールのとこを、クリアできるわけですよね。だからその分蒸らしの時間はまあ短くてもまあまあ OK となるわけですね。で逆に、新鮮で、アイスコーヒーのように、深くいってしまってある、まあ別に深くいってしまってあるわけではなくて、まあ深くいってある豆ですよね。深煎りの豆なんかの場合だと炭酸ガスの量が圧倒的に多いわけですよね。と炭酸ガスの量が圧倒的に多いんだったらガスが抜けるのに時間食うわけだから、3分の蒸らしでも、ガスが抜けれないわけですよ。そうするとどうするかというと、ガスが抜けれない場合はちょっと長めに蒸らしておけばいいわけですよね。ほっとけばいいわけです。そこで、3分きっちりで一生懸命やると、粉が動くのを気をつけながら、泡がある程度出ますから、その状態だと。粉が動きやすい状態を我慢してお湯を差す、丁寧にお湯を差すという、気苦労ばっかりするわけですから、そんなところで面倒くさい気苦労をするよりは、そこで、5分ぐらいの蒸らしにした方がそこは楽であるという感じですかね。はい、今日は楽しい時間という、マンデリの深煎りがベースのブレンドであります。ああ、いいっすね。美味しいですね。実は昨日は休みでありましたが 水出しコーヒーをいろいろと、あだこうだやってまして、今まあ水出しで電子レンジを使う水出しコーヒーを今やってるんですけど、一応僕的には長屋メソッドという名前が最初良かったんですけど、代表がですね、いろいろと、こういうふうにやったらどうだろう、ああいうふうにやったらどうだろうというアイデアを出してきて、まあそれを検証するみたいなことを、まあ、やってるんですけど、僕は長屋メソッドという表現がよかったんですけど、一応、代表的には玉木メソッドというふうに、したいらしいです。自分の名前を使いたくないらしいですね。まあ今日のコーヒープロ TV ぐらいでだいたい、完成のめどが立つんじゃないですかね。まあ、昨日やった感じではこんな感じかなというのが見えてきたんで、完成すると思うんですけど、そうすると、正式にこういうふうに、水出しアイスコーヒーをやると美味しく入るよっていうのが出来上がるかなという気がします。父の日セット、今売ってます。よければですね、通常3900円のものが3300円ということでお値打ちになっておりますので、父の日のためにですね、ためにということもないですかね、父の日用というわけではないですけど、まあ父の日セット、お買い求めいただければと思います。とりあえず、今日はここまでにしますか。はい。